ニコラ・ジョゼフ・キュニョー、ニコラ・ジョゼフ・キュニョニコラス・ヨゼフ・カニョー、1725年2月26日から1804年10月7日は、18世紀フランスの軍事技術者であり、世界最初の自動車と認められている蒸気ミワ自動車、開発した人物である。7年戦争において、プロイセンとイギリスに敗北したフランスが、軍事力強化に邁進した時代に、 当時の最新技術であった蒸気動力を使い、馬に代わり、大砲を運ぶ用途の大型運搬車両がフランス陸軍が依頼された。2台が試作され、うち1台はルイ15世の資金で製作された。1台目1号車は1769年に走行し、この時企業は44歳だった。製作はフランス軍隊の工場で行われた。 この大砲の運搬具は、ファルディエ、急尿の放射と呼ばれる。急尿の開発した大型運搬車は、世界で初めて、自らの動力で、トラクション、摩擦を利用した、推進力で動き、人を乗せ、人が操縦、運転できる車両を実現した。そのため、急尿は、世界初の自動車、モータービークルを、設計開発した人物とされ、 現代の自動車の先駆者であると認められている。企業の作った世界初の自動車は、1599年のシモン・ステビンの搬送車、1680年頃のフェルビーストの蒸気車、その他、バネ仕掛けの馬車などの自動車の歴史上重要な通過点とされる自走の試みを経て、世界初の自動車として認定されている。それはまた、 重量物を積載した大型トラックであり、さらに蒸気機関を乗せて走行した点でも1801年のトレビシックのロードロコモーイブ、路上蒸気車や蒸気機関車に30年先立つものであった。その車両自体が現存することが世界初の自動車という評価の最も強力な後ろ盾となっている。車両はボイラーを搭載し、ボイラーにより水を蒸気として利用し、 二つのシリンダー A の蒸気流入を制御することにより、シリンダー内のピストンを交互に動し、ピストンの往復運動をラチェット機構で車輪に直接伝えた。ワット・マードックよりも10年も前に往復運動を回転運動に変えていた。キュはロレーヌ広告で生まれ、ブリュッセルで学び、オーストリアの軍隊に属して、ウィーンやブリュッセルで軍事技術者として働いた。 ロレーヌ広国のムーズ地方ボア、で農家の子供として、父クロード・キュニョークロード・カニオ、母マリー・ヴィクトワール・ルブルジェ、マリエ・ヴィクトワール・ブールジェとの間に生まれる。ボアは、現在のパリとストラスブールを結ぶ国道4号線沿いに、アリ、リー・ニュアン・バロア、リニー、イエル・バーはとト,トゥールの間に挟まれた、小さな農村だった。キュニョーは、オーストリア・リオ・ネーデル・ランと、 現在のベルギーのブリュッセルで軍事技術者としての教育を受けた。ロレーヌ公フランツ三世シテファンがマリア・テレジアと結婚し、新生ローマ皇帝フランツ1世となった時代在位。1745年から1765年に、キュは23歳でウィーンに赴いてオーストリアに入隊した。キ尿が属していたのはルイ15世のフランス軍がオーストリアに貸し出していた。 軍隊で、砲兵隊指揮官として、ジャンバティスト・バケット・ド・グリボーバルが葬式を凍っていた。グリボーバルは後に、放射プロジェクトの遂行を命じられて、リーダーとなり、巨尿を開発者として推薦する人物で、これにより巨尿の名を後世に残すことになった。グリボーバルは七年戦争、1756年1763年のため1757年に、 リュートナン・コロヌル、ルテナイ・カーネル、中佐として、ウィーンに赴任し、軍の指揮に当たっていた。また同じ頃、外務大臣、ショワズール、在職、1758年から1761年、は、ルイ15世の外交官として、同じウィーンにいた。フランスでは、大砲の運用は、フランス革命までは、軍人ではなく、民間人技術者が行っていた。 ドイツの技師アーコプロイポルト1674年から1727年は1724年に旧分冊の著作テイトルームマシナロムジェネラーレを刊行している。この著作は機械工学の基礎を記した世界最初の著作であり、その中には膨張した水蒸気がシリンダー内のピストンに作用して仕事をするという蒸気機関に関するものとしては、 初期の記述もされていた。また、それまで試みられた蒸気機関についても記されていた。後世にロイポルトのエンジンと呼ばれるようになった記述では、特殊なバルブを使用して、二つのシリンダーを向に働かせる原理を記述している。ロイポルトはこの原理をパパンの提唱した考えとして記述している。巨業は、生まれた頃に記されたこの著作に影響を受けた。 後に開発する放射では、このバルブ構造を利用して2つのシリンダーを交互に動作させ、継続的な運動を実現している。虚尿は、オーストリア領ネーデルラント時代、1713年から1793年のブリュッセルでもオーストリア軍で働き、要塞技術に携わった。百六十三年、七年戦争が終結すると、虚尿は、軍隊を退き、 ネーデルラントに短期間滞在した後、パリに出た。休業は38歳となっていた。パリでは、軍事教官職につき、サンペルナール通りに住んだ。軍事技術に関する著作を行い、法学や要塞に関する技術書も出版している。1766年、軍用兵器のすべて、昔と今、エリメンツで得る、アートミリテアアンシャンイモデルム。 1768年、防御、要塞理論、テイオリデラ・ォーティファケーション。1769年、野戦時の防御、要塞、理論と実際、フォーティファケーションでコンプニアティラテイ・プラティークを表した。新型の測量器具についても記述している。これらの著作は、軍事技術筋で有用とされた。1773年にはドイツ語翻訳も出ている。 銃及び関連品の発明も行い、騎兵用、新型ライフル銃に関する発明で、年600リーブルの恩給を受けた。巨尿は、兵器と輸送と要塞の研究により、発明のアイデアが湧いていた。ブルッセル滞在中の1752年及び1754年に、すでに、蒸気動力による、車両製作を試みたという記述も残っている。また、 1763年には、蒸気者の試作者を、ブルッセルで制作し、サックス公爵、マルキでサックスに見せた。とする記述や、1765年とするものもある。パリに戻り、フランス陸軍砲兵隊、第一総監となっていたグリボーバルに、拒王は、蒸気者、火で動く、軍用車用、ウンビアキュルミリテア・クシャウン・パールフの計画について、書き送っていた。 1769年から1771年にかけての約3年40代半ばとなっていた桐生は大砲を運ぶための自走式キャリアを製作することになる。桐生は蒸気機関を使った車両について個人でも試行を重ねていたがフランスの国家プロジェクトとして依頼されて車両を2台作成した。1台目は1。 2ののの、大きささ試作作車で年年に、に、目は5トンの重量物を運ぶ仕様として年に製作された。計画の1、2の大きさの試作車は後に1号車と呼ばれる。1769年10月下旬に最初の公式な試運転が行われた。摩擦の推進力、トラクションで自走し、人が乗って操縦する車両として、パリの街を ゆっくりとだったが走行した。これが現代の自動車の祖先とされている。二号車はスポンサーのルイ15世を招いて1770年11月に試運転が行われた。ここでの展開時に捜査員の捜査が追いつかず、レンガ壁にぶつかったとされている。これが史上初の自動車事故とされる。この世界初の自動車事故のエピソードは 急尿の蒸気自動車に触れる際に必ず引き合いに出される。二号車は翌年1771年6月に修復を完了し再評価を待っていたが、すでにプロジェクト半ばの1770年末にプロジェクトを命じていたショアズールが失脚していた。グリボーバルは公認の戦争大臣へ働きかけるが無視され、プロジェクトは放置されたままとなった。 さらなる改善もされず、実用化へ向かうべきかどうかの最終結論も出すことがなかった。急尿はその後も軍事研究を続け、1778年には、ティーリス・レラ・フォーティファケーション、直訳、防衛理論を出版する。1779年に、年660リーブルの恩給が与えられた。しかし、フランス革命が起こり、急尿は、 ブルッセルに逃れた。恩給も途絶え、生活は貧しかった。1798年、エジプト遠征直前のアカデミーの講義で、ナポレオン・ボナパルトが知るところとなった。グリボーバル、急尿らと共に、プロジェクトに携わっており、フランス革命前後にかけて、放射を守り抜き、また、その時点で、砲兵隊の警備長、コミーサー・ゲネロル・デール・アーキルーリーとなっていた。 LN ロランがナポレオンに放射プロジェクトの再検討について上進したが、エジプト遠征を理由に実現しなかった。急尿は1800年にパリに戻り、商事審判官、コンスルとして収入を得られるようになり、生活費の心配はしなくて済むようになった。また、ナポレオンは急尿に戦フランの恩給を与えたと、1800年に ドランが巨尿についての貴重な記述を残している。恩急によりナポレオンは巨尿にさらなる改善をさせたがその効果はなかったという別の記述もある。放射は1801年にパリのアカデミーの博物館、現在のパリ工芸博物館で公開された。巨尿は1804年10月パリで亡くなった。79歳だった。後継ぎはいなかったが、 ギロチンで処刑されたラボアジェと比べれば幸せな最後だった。巨尿の死は1804年10月のル・モニトゥル・レ・モニートゥア氏、1789年から1901年まで発刊されたジャーナル詩に報じられ、またこの時詩運転の様子も同時に掲載されいた。巨尿が蒸気動力による推進力を可能にできた背景には以下の要因がある。 フランス王国のあらゆるイベントと同様、このプロジェクトも軍の史実の記録がかり、軍士官が国名に記録を取っていたが、休尿の技術はその後のフランス軍には生かされなかった。ショワズウールの失脚、フランス革命の荒波に加え、以降のフランス軍では、休尿の技術は奇妙なものとされ、後継者を育てなかった。 当時の軍事技術者の大多数が時期尚早の技術と見ていたためであった。一方、1784年頃のスコットランドでは、ジェームズ・ワットの下で仕事をしていたウィリアム・マードックが、企業のデザインも参考にして、ミワ蒸気自動車を製作した。こちらも、定置式以外の蒸気機関を危険視し、蒸気機関ライセンスに神経を尖らせていたワットからは、開発禁止とされ、 蒸気機関による自走車両の歴史は1801年のトレビシックまで待たれることにいる。1827年にフランス人オネシ・フォール・ペックールが巨尿の車の小型版で四輪車を製作し、この時世界初のディファレンシャルギアを発明している。これは現代の自動車で使われているディファレンシャルギアとほとんど同等なものである。 放射は現代まで変わることなく、パリ工芸博物館に展示されている。キジボアでは、巨業を記念して像が建てられていた。しかし、第二次世界大戦でのドイツ占領下、上部にあったガルディエの縮尺モデル像は、ドイツ軍により、鉄鋼炉に送られてしまった。それ以降はバイオグラフィーを記した同伴だけが、下部に残っており、放射の名残を惜しんでいた。 巨業の放射の車輪が初めて回ってから200年目を祝して1969年10月23日に復元され記念のオベリスクも制作された。これは巨業の意志を引き継いでいる現代の欧州自動車業界の人々の立ち上げたプロジェクトにより推進された。現在の母はボイド・ベイコンの1999年の人口は1600人。成果は 現在、郵便局になっていて、記念の石碑が残っている。休業の名前は、ザ・ソサエティ・オブ・オ i v e h i ブ・ t o r i a n s その賞、ニコラース・ヨゼフ・カニをアワードとして残っている、例。公立、NJ 休業高校、リセでは、自動車、電気工学、料理、運輸が教授されており、自動車学科では、休業の車の小型版を作成している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。